った。ごめんね、本当に。ちょっと役者よ。Hanging lights on the front door, it's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard, it says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies, she waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute, turned to Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how as I twirled around. I said, Christmas brought me you.綺麗かったね。でも寒いね。ねえ、付き合おう。いや、俺好きやからさ、諦められへん。まあでも今日これ言えてよかった。とりあえずまた歩こうね。諦めへんから。周りもいっぱいいるし大変ですよ。これはでも楽しかったね。どうでしたか皆さん。告白しちゃいました。今後もまたもしかしたらこれ見てミュージックビデオのオファーが来るかもしれないそういう目的でしたっけこれあれそういう目的じゃないけどでもまあ経験としてはいいやんね。すごいですよ。欅坂ですよ。欅坂42、欅坂42歳バンドリュージデート、告白、振られるちなみにね、ストーリーはどういうストーリーでしたっけ。クリスマスに待ち合わせしてこの景色のところ歩いてで、告白して振られる、でも諦められへん。で、また次の1年後一人で歩きながら、あ、そういえば去年ここで告白したよなみたいなストーリー。皆さんに見ていただいたのは、うん、全部もう回想シーンだった。回想シーンやった。東京タワー見たね、うん、あのシーンが。そうね、今現在やということで。撮影裏話ですけど、うん、その回想シーン、うん、1年前の東京タワーと、うん、まさかの1年後の設定で撮影をするときに、ね、東京タワーの色が変わったんですよね。確かに。ちょっとために良かったね。いや、こういうなんか運も味方につけて。いやいや、ほんまやで。おばんざやでこんな絵を撮ることがあるのかと。新しいバンドの一面をね、皆さんにお届けできたんじゃないかなと。いや本当どうでしたか皆さん。これがリアルになることがあるのかどうかちょっと分かんないですけど、東京独身男子頑張りますと1,2,3 おばんざーい、メリークリスマス。